はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。クールドックスのジョエルです。今日はこれは生後5ヶ月のスコッチですね。スコティッシュテリアの紹介です。いい犬ですよ。どうですか、これどっからなのかな。一応ですね、ヨーロッパのハンドラーからの紹介なんですけれども、すいません、どこの国なのかちょっと知らないです。ヨーロッパであることは間違いないです。もしかしたらロシアかもしれないけど、ヨーロッパのどこかからです。で、まあ、血統も良くて、で血統の中に、ブリンドルが入ってないと言ってましたね。すいません、僕自身が血統書をまだ見てないので、ちょっとなんていうか詳しいことをお伝えすることができないんですけれども、まあ、ハンドラーはすごいいい犬だと言ってました。でどうですかね、まあ、生後5ヶ月ですね。あのいい犬であっても、犬の場合は血統がすごい大事だから、だからいい犬に見えても、なんていうかな、血統も良ければやっぱりそのなんていうか、ちゃんと裏付けがあるみたいな感じで、なんか保証されているような気持ちになりますよね。ですから、まあ、血統が大事なのは分かってるんですけども、ちょっとまだね、血統書とか血統図が送ってきてないので、ちょっと見てません。ですから、まあ、一応子犬と両親を紹介しますので、それをちょっとご覧になってみてください。まあ、見た感じというか雰囲気はすごいいいですけどね。ただまあね、写真の撮り方もありますね。なんかプロのカメラマンが撮ってるのかな。すごいいい写真ですよね。雰囲気のいい写真ですよね。だからこういう風にして撮ると、まあ何でもよく見えるんだみたいな感じでおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、あのまあハンドラーはすごいいい犬だからって言ってますけどね。まあハンドラーなので、自分のところに犬を預けて、あのヨーロッパでちょっとショーに走らせてもらいたいっていう風にな思いでも言ってるかもしれません。で一緒に、僕がヨーロッパで一緒にやってるハンドラーなので、日本に来るまではここのハンドラーのところに預けて、まあ、ショーに出したければ、あのそこで出すことができます。あの出したくなければ、ただ単に検疫だけ済ませて日本に送りたいっておっしゃる場合も全然問題ありません。それもできます。このハンドラーのところに預けます。だから、あのショーに出さない犬も、あの預かってもらってます。ですから、まあ、半々ぐらいかな。ショーに出す人と出さない人と、まあ、出す人の方が多いかな。 70% ぐらいの人は出しますね。だから10頭預けたら7頭は出されますね。でも、まあ、もちろん出さなくても全然 OK なんですよ。あので無理に出してくださいとは言いません。出したくなければ全然出さなくても全然構いませんので、ただ単にあの日本に来るまでの検疫を済ませたいというだけのためだけに、このハンドラーのところに預ける方もたくさんいらっしゃいます。これお母さんですね。ショーに出てるみたいですけど、わかんないです。ちょっとすいません、血統見てないから、わかんないですけど、こんな感じです。こんな感じただまあ多分ショーの時の写真だと思いますが、こんな感じですね。顔はこんな感じです。優しくていい顔してると思いますけどね。まあ、全犬種に言えることですけども、まあ、スコッチもそうなんですけど、そのやっぱりまあ日本にも当然のことながら好きな方がいらっしゃるはずですから、この犬種を。ですから、まあ、そういう人たちは毎日この犬種のことを考えていらっしゃるわけですよ。そうなってくると、まあ、様々なこだわりが出てきて、まあ、こういう顔がいいとか、こういう姿の体のこういう犬がいいとか、まあ、ここがこうあってほしい、ここがこうあってほしいって、まあ理想が出てくるわけですね。ですから、あの好みがね、分かれますよね。本当に世界のトップの犬であっても、トップクラスの犬であっても、なんか顔はこうじゃないと嫌だとか、足がこうじゃないと嫌だとか、耳がこうじゃないと嫌だとか、首がこうじゃないと嫌だとか、いろいろ分かれてくるので、まあね、難しいところなんですよね。いい犬ですよって言っても、そのいい犬の中でもね、好みがいっぱい分かれるから、ですから、まあお母さんこんな感じとしか言いようがないんですけれども、まあスコッチを好きな方はご覧になってみてください。これお父さんですね。ワンプレースになってますけれども、だからまあ一番にはなってますが、わかんないです。どれくらいのショーで何頭出たのかわかんないから、まあ何とも言えないんですけども、まあクラスで1位になったということなんでしょうけど、これがお父さんですね。まあハンドラーはいい犬だと言ってますから、まあいい犬なのかもしれませんが、ちょっと分かりません、すみません、分かりませんっていいのおかしいですね。それは血統を見てないから分かりませんということなんですけども、もちろん血統図とか血統が送ってきても、ここに血統図を出すことはありませんので、そのネット上っていうか、この YouTube 上にその血統書をそのまま丸ごと出すことはできませんから、あのまあ僕が見て
これはこういう血統ですよとかね、いい血統ですよとか、まあ、言えたらお話ししたいと思うんですが、今見てないので、もし興味のある方がいらっしゃいましたら、ご連絡していただければお知らせします。多分血統図も、多分血統に関しても伝えてくると思いますので、興味のある方はご連絡ください。お知らせします。それでは皆さん、そういえばですね、ですね、まあ、全ての犬がそうではありません。だってそれを望んでない方もいらっしゃいますから、クライアントの方でそこまでいい犬じゃなくてもいいっておっしゃる方もいらっしゃいますので、全部の犬がそうではありませんが、もうとにかくこの犬舎のこの犬がいいとか、この犬舎からスペシャルな素晴らしい犬を飼ってくださいとかいうことがあるわけですよ。でそのこの犬舎っていうのはもう世界のトップで、もう3本の指に入るみたいなね、もう地球上で3本の指に入るようなブリーダーから、その犬舎からいい犬を飼ってくださいって言われる場合あるわけですよ。でその時にね、僕は本当にいい犬が飼える男なんですよ。もう本当にもうびっくりするようないい犬が来ますよ、日本に。でもう日本人はね、ここからは誰も飼えないって言われているところから、信じられないようないい犬を飼うことができる人間なんですね、僕は。すっごい自画自賛してますが。まあ飼えるんですよ。それでね、で来るでしょ、いい犬がね。でもうとてもじゃないけど、日本でこんないい犬見たことないというような犬が来るわけですよ。でその時にね、そのいい犬が来るでしょ、そしたらもう信じられないぐらい、もう見たこともないような、もう日本には絶対一頭もいないぐらいいい犬が来るわけですよ。またこれちょっと大げさな言い方してるかな、まあ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 他にも。すいません、なんかそこまで、何宇宙の王なのみたいなね。とにかくまあ、そこまで大げさに言う必要ないかな。まあとにかくいい犬が来るわけですよ。でそうなってくるとね、あの犬舎からってなるわけじゃないですか。しかもスペシャルにいい犬が来たみたいなね、あの血統の犬のこんないい犬が来たみたいなね、ことになった時に、そのほら、自分で犬を海外から飼えないくても、その犬種のことがすごい好きな方々って、それ日本全国にたくさんいらっしゃるじゃないですか。その時にね、その犬を輸入した人のところにね、群がってくるわけですよ。いっぱいいろんな人が全国から群がってくるわけですよ。それでなんかもうその犬と交配したいもんだから、まあオスを輸入した場合ですよ、オスを輸入したとした時に、その犬と自分のメスを交配してもらいたい、あるいはメスを輸入した場合は、そのメスから生まれた子犬をもらいたい、一頭分けてもらいたいとかいうことで、なんかもう近づいてきて、いろいろお世話をしてくれたりとか、なんかもう親切にいろんなことをやってくれたりとか、あるいは大丈夫？大丈夫？とか言ってね、いろんなこと心配してくれたりとかね。それとか今まで話したこともないような人がね、近づいてきてね、いいワンちゃんですねとか言ったりとかしてね、とにかくもうあの手この手でいろんな人たちが近づいてきて、何チヤホヤ、まあまあそうそう、チヤホヤするわけですよ。だからまあ簡単に言うと、モテモテになるわけですよ、その犬を輸入した人は。犬を輸入した人とその犬自体がもうモテモテ、もうね、次から次へとね、女の子が寄ってきて、わーわーキャーキャー、あなたが好き好きって言ってくるような感じのことですよ。まあ今男性の場合、男性のことを言ってますが、まあ女性であってもそう、もうあなたが大好き、あなたが大好きって言って寄ってくるわけですよ。でそれでね、例えばね、私の犬は誰とも交配しませんとかね、言ったりとかね、あるいはね、生まれた子犬は私が全部飼いますとか言ってね、誰にも分けませんとかね、分けてあげませんみたいなことを言うとね、今度はね、もう今まであれだけチヤホヤしてた人がね、もう手のひらをくってもう一瞬にして手のひら返してね、何あいつみたいなことになったりとかしてね、なんかね、あいつさーみたいなことでね、もうあることないこと、もうないことの方が多いんですけども、全くもうないようなことをね、悪口を言ったりとかし始めるわけですよ。それでなんか悪口をこう言いふらされて、今度はその言いふらされた、その今までもうたったあのさっきまでモテモテだったあの人がね、急に悪者になってね、悪口をじゃんじゃん言われるようになったりとかしてね、そしたらね、悪口を言われていることがね、耳に入ってきたりとか、あるいは接する人の態度が急にパッて変わったりとかするとね、それを気にして今度はね、なんか悪口を言われてる私ってなってしまって、今度はその言われてることが気になるもんだから、なんか変なね、
うん、先回りして相手の考えをね、そのなんていうか考えたりとかしてね、相手の考えや行動を先回りして考えて、なんかフォローするような言葉や行動を、その今までモテモテだった人がやらなきゃいけなくなったりとかね。もう大変なんですよ。いい犬が一頭来ただけで。これがね、あのね、全犬種で起きます。もう僕は目の前に、あのね、目の当たりにしてるわけですよ、それを。いつも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 目の当たりにします。まあ、いい犬を輸入したときは。もちろん、あの、僕の輸入する犬が全て世界のトップだとは言いません。それはだって、その犬を飼う人がそこまで要求してない場合がありますからね。そこまでいい犬じゃなくてもいいですっていう場合も当然ありますから、そういう場合はそうではない犬を輸入することも当然あります。だけど、もう本当に世界のトップじゃないと嫌だっていう場合もあります。もう日本で私はナンバーワンになりたいとかいう場合もあります。ですから、そういう場合は本当の世界のトップの犬を飼う。あの、買ってきます。誰も日本人は絶対ここからは買えないと言われていますって言われるとますます燃えますね、僕はね。俺は絶対できるって思いますから。だからそういう場合は日本人が誰一人、もう日本人のどこの北海道の宗谷岬から石垣島まで誰も買えない犬を僕は買ってくることができます。それはもうしょうがない。これはもう僕の才能だから。これはね、僕はね、生まれた時からの僕の性格や才能や、あの、なんか知的レベルや、なんか全てのことですよ。あの、今までの経験による行動とか考え方とか、何もかもが総合的に合わさってできるわけですよ。だから真似しようと思っても絶対誰も真似できないから。すげえなんか威張ってる。こういうことを言うとね、すごい、もう、あんちくしょうみたいなね、ことをね、考える人がいるんですけど、まあ、そういうことをやってる人はね、絶対無理だから、もう全然届かない。そんなの絶対無理です。そういう人はね。そこで嫉妬心が湧き上がって、この野郎とか言ってる人はもう絶対買えないから、そういう人には。もうそんなレベルの人じゃ買えない。あのね、嫉妬とかじゃなくてね、そういう動きじゃない動きを起こす人じゃないとね、買えないですよ。だからそこがね、まあ、難しいところ。もっと、なんていうか、まあまあ言いようがない、言葉で言いようがないですね。でも嫉妬心が芽生えて、あの野郎なんか、なんていうかな、あの、威張りやがってとかいう人はね、絶対無理だから、そんな人には買えないですよ。それはもう間違いないです。そういう性格の人はでは無理です。だから、僕のように一緒のようにできる人ももちろんね、本気でやれば全然ね、いらっしゃると思うんですよ、たくさん、日本でも。まあもちろん、だから犬の輸入の仕事をそういう人はやってないですよ。で、やろうと思ったら同じようにできる人は日本全国にたくさんいらっしゃると思いますが、嫉妬心が芽生えて、舐めやがってとかね、のぼせやがってみたいなことをね、考える人にはもう絶対到底無理です。もう宇宙の果てまでぐらい無理だから、そういう人には。だからそこはね、あのね、まあ、できる人っていうのはそんなことは考えませんね。まあ一応お伝えしておきますが、で、だからね、いい犬がね、本当に素晴らしい犬が来ると、日本にね、もうその犬を巡ってね、人間同士のね、さまざまな戦争が始まるわけですよ。でね、で、もちろん当然いい犬なんだから、ドッグショーにも出しますよ。でね、もう今度は違うハンドラーにしようとか言い始めたりとかしてね、あのハンドラーじゃダメとかね、言い始めて、今度は違うハンドラーに変えてとかですね。そうしてね、もうなんかもう犬自体はね、もう誰が自分の主人なのかわからないように、あちこちたらい回しになって、すごいかわいそうな、なんか一生になっていくんじゃないかなと思いながら僕見てますが、まあそうですね、ああでもないこうでもない、よしじゃあアメリカのドッグショーにチャレンジしようとか言って、アメリカのドッグショーに送って、アメリカのハンドラーにのところに渡したりとかね、もうね、あっちこっちね、犬はあんまりそんなこと望んでないと思うんですけど、一人のオーナーでずっとそこで飼われてた方が幸せだと思うんですけれども、なんかあっちこっちたらい回しにされて、なんかすごいかわいそうな一生を送るんですよ。そしてそれだけではなくて、もうその一頭の犬をめぐってね、もう日本全国でね、もうああでもないこうでもない、荒廃させろ、荒廃させません、子犬をよこせ、よこしたくないとか言ってね、血統をなんとか狙ってる人たちがいっぱい群がってきたりとかして、ケチだとか言われたりとかしてね、渡さないって言うとケチだあの女とか言ってね、今度はね、悪口ばっかり次から次に言われたりとかしてね、本当にね、もうね、もう戦争ですよ、本当に。人間のね、
大戦争がね巻き起こるわけですよ。その犬が台風の目になって、その犬をめぐってね、日本全国でね、ああでもないこうでもないって戦争が始まるんですよ。それがね、もうね、いい犬をね輸入すると必ずそれが起きるから、もう本当にね、これは何ということなんだろうかっていつも僕はね、なんかもうすっごいね大変な世界だなって思いながらね、いつも見てますよ。で、海外からの犬の輸入っていうのはね、本当にね騙す人もたくさんいますから、嘘をついてね、お金だけもらってね犬が来ないとかね、あと、そうですね、騙す海外のブリーダーももう無数にいます。日本にも無数にいます、輸入犬をめぐっては。ですから、あのね、日本は本当島ですからね、島に住んでますからね、ですからね、みんな島に住んでるわけですから、犬を輸入するってずっと特別なんですよ。今でも特別なんです。海外から犬を輸入するっていうのは特別なことなんですよ。だから、あのね、もちろん個人で輸入する人も増えましたけども、それでもね、まだね、海外から犬を輸入するって絶対特別なんですよ、日本人にとっては。これはもう永遠に変わりません、難しいから。そしてさらに、そこでさらにね、日本っていうのはね、もう地図の中でもう端っこの方にあるわけですよ。アメリカの地図でもそうだし、ヨーロッパの地図でもそうです。アメリカの地図ではアメリカが地図の真ん中にありますからね。で、日本はものすごい端っこにありますから、左の端っこの方に。ヨーロッパの地図では、ヨーロッパの世界地図ではヨーロッパが真ん中にあって、日本は右端の方にありますからね。ですから、もう世界のもう地の果てみたいなところにあるわけですよ、日本は。だから、みんな日本には簡単に犬を送りたくないっていう人もたくさんいますし、世界のブリーダーの中では。だから、日本からね犬を輸入するってずっと永遠に特別なことなんですよ。なかなかいいの飼えないどころか、もう普通の犬でさえ輸入するの大変なわけですから。そして騙す人も無数にいるわけですから、そこに片言の英語でみんなが話していったってね、もう難しいんですよ、犬を輸入するって。で、そこで、まあ本当の本物の世界のトップの犬が飼えるわけですから、僕の場合はもうね、ただでさえ難しいのに、世界ナンバーワンの犬舎から世界のトップの犬がやってくるわけですよ。その犬をめぐって、もうね、日本全国でね本当にね、もうなんかね、大戦争が起きるわけですよ、その一頭の犬をめぐって。これが本当にいつもね、毎回起きるから、いい犬を輸入すると。だからね、って僕はね全然楽しんでないんですよ、全然楽しくないんですけど、むむむむっていつも思ってますね、本当に。もう今まで仲の良かった人が急に仲が悪くなったりとかするし、その一頭の犬をめぐって、もうね、で、結局ほら、仲の今まで仲が良かった人は、もう一人の人がその犬を輸入したとすると、ほら、分けてもらえると思うじゃないですか。こういうのを分けてもらったりとか、自分のメスと交配してもらったりとかできると思ってるんじゃないですか。で、できると思いつつ、今度はね、他の全然第三者の、ね、人とは交配してもらいたくないわけですよ。交配してもらいたくないし、犬を分けてもらいたくないわけですよ、他の人には。もう二人でやりたいんですよ、その人と。だけど他の人もいっぱい集まってくるわけですよ。そうすると、近づくんじゃねえ私の彼女に、みたいなね同性であってもそういう風になるわけですよ、恋人同士みたいになって、私のこの人に近づくんじゃねえ、私のパートナーなんだ、みたいなねことになったりとかしてね、もうね、本当にね、もうね、さまざまな人間の思惑がこう入り乱れて、大戦争が起きるんですね。これが本当にね、大変な世界だなって思って、まあ、日本は島だからこういう風なことが起きやすいんだなっていつも思っています。ですから、いい犬を輸入される方はそういうことが必ず起きますから、これはね 100% 必ず起きるんですよ。ですから、これがね、起きることを前もって、犬を輸入する前にね、自分でね、そういうこういうことが起きるということをね、予測して犬を輸入するべきだと思いますよ。本当にいい犬が欲しい方はそうするべきだと思います。それでは皆さん、このスコッチの5ヶ月の子犬のビデオがありますので、ビデオをご覧になってください。それでは皆さん、失礼いたします。
しょう。